こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。小倉経理祭、えー、G1、最終日、決勝戦の予想を行っていきます。はい、えー、まず概要です。はいえー、脇本裕太が決勝に乗ってきました。大、えー、田龍馬が、まあ、先行の相手になるでしょうが、えー、脇本があの軽く いなしてですね、優勝をつかむんじゃないかなと思っております。対抗はですね、えー、近況伸びてきた清水が、えー、時代に立ち回って、えー、脇本を後ろに置けば逆転まであるんじゃないかなと思っております。えー、12S 決勝戦はご覧のメンバーですね、9人。やっぱり脇本が、あのー、点数的にを抜けている感じはありますね。 はい、えー、12S2 ャタンですが、えー、こちらも脇元から売れておりますが、番手がな、柴崎ということもあって、えー、割れ、オッズは割れていますね。2着のオッズが割れております。えー、もし、えー、脇元頭でなければ、 一番オッズが安いのは、柴崎の刺し目6級の16.5倍。以下、平原清水の頭から脇元へですが、いずれも16倍で拮抗してますね。はい。えっ、ー、と、並び予想ですが、見た通り、あの、私、 え準決勝は脇本、浅井、柴崎で並んで、ワン、ツー、スリーだったんで、そのまま。決勝戦も浅井が番手に行く、番手かなのかなと思ったらえ、柴崎が番手でした。これはですね、えっと、まあ、浅井は賞金でグランプリの権利を取ってんだけど、柴崎は優勝しないとグランプリ行けないっていうのがあるんでしょうね。 ま、番手だとチャンスあるかもしれないけど、3番手だと良くても2着。でも2着でも足りないんじゃなかったかな。なんで、えー、もう優勝させたいっていう気持ちと、まあ、番手でせられたくないという。で、あと、一番の理由としては柴崎に、えー、っと、チャンスあげるから、これでギリは果たしたというのが、浅井の気持ちなんでしょうね。 あとですね、清水なんですが、まあ、あのー、番手回るのかなと思ったんですよね、太田の。太田の番手を回って香川が3番手なのかなと思ったんですが、まあ、香川が何て言ったのかわからないですけど、えっ、ー、と、その太田の番手は回らずに短期で、えー、自,自分で勝負することにしたようです。 まあ番手、一つは番手回るとせられる可能性があるということ。まあ香川はチャンスがないと思ったことかな。2着までなのかな。香川も1着取らないといけないですからね。個人的には2段掛けの方が脇本を倒せる可能性があると思ったんですけど、この並びになると、まあ逆に、 絶対的に、あの、脇本が、うん、有利になると、最初思ったんですけど、案外そうでもないかもしれないですね。清水が番手回るんだったら攻められる恐れあるけど、3番手だったら、まだせられる可能性はないんで、自分で立ち回った方がいいんじゃないかなという判断だと思います。 えー、そうですね。三連単のシリーズ、二番人気、あの、が、まあ、柴崎でもおかしくないし、清水なのかなと思ったら、清水か、あの、浅井なのかなと思ったら、平原でしたね。まあ、ん平原、決戦績見てても、まあ、悪くはないんですけど、まあ、特に優秀戦の、 一力なんか、あの、心こ,こ,こもってましたからね。は、まあ、いい内容ではあるんですが、準決勝、やっぱり最後、清水にかわされているというのは、気になる要因というか、2社開けてるのをかかわらず、かわされてるんで、平原と清水比較したら、平原は、諸橋がいるんで2社なんですけど、自分は清水の方が、 うん魅力的だなと感じたんですよね。なんで、えー、っと、太鼓は清水にしました。も,もちろん本命は脇本ですえ。まあ展開としては脇本が先手を取ったら、番手に誰か、う多分、一番可能性あるのは姿だと思うんですけど、清水はそうせるかなと思う、思いますし、最後に、 来るんんんじじゃゃなななないいかかとと思思うううででまも、あ、もしくはもう平原すねやっぱり柴崎は狙われちゃうんじゃないかなと思いますね。すんなり先手取った場合は、まあ。直に来ることはまあないと思うんですけれど、どちらにしても柴崎はちょっとどうなのかなと思います。 逆に、太田が逃げた場合は、まあ、香川が番手で、3番手が誰が取るかなんですけど、ここは私、清水と予想しております。まあ、姿なら、あの、4番手に引いてもいいかなという程度で、まあ、平原より、前に競争したいと清水は思、思ってるはずなので、まあ、準決勝、平原の前行かれま、平原に前行かれましたからね、 自信があるんだったら、6番手でもいいけど、真後ろ、脇元になっちゃいますからね。やっぱり、すんなり、仕掛けどこ難しくなるんで、清水のは前へ行きたいんじゃないかなと思います。で、今の、 勢い調子から言うと、ひらる清水の方なのかなと思って、清水が、まあ、大田香川の3番手を回った時のみ、えー、逆転があるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんその時は脇本7番手ですから、あと、ただ、まあ、平らやら姿、特に姿やらが、 何かちょこちょこ動いてきて、えっ、ー、と、隊列が短くなる可能性もあるんで、まあ、清水が頭取るのは可能性はひ、えっ、ー、と、脇本が頭取る可能性より断然低いですね。えっ、ー、と、裏の結束が、えっ、ー、と、あ脇本を倒すには必要だと思います。 そのためには、対列を短くしてはいけないんですよね。大田が逃げてし、まあ、3番手誰かが取ってで、その後もずらっと並ぶ展開の方が可能性はあって、ギリギリまであの優秀戦みたいに脇本を、まあ、あれはちょっと、まだ、あ、徹底できてなかった部分はあるんですけど、えー、ギリギリまで脇本をインに詰める。 っていう競争ができるかどうかですよねそれでもやっぱり脇元が突き抜けちゃうんじゃないかなと思いますで、えーし、島崎よりは浅い太田太田が後方のまくりになった場合に浮上があり得ると思いますね準決勝もすごいいいスピードで 脇元にそんなに劣ってなかったような気がするんですよね。で、また人気も全然ないということを考えると、あの、大田の絡みは結構妙味があるんじゃないかなと思っております。それからやっぱり浅いですよね。ギリ、ギリは果たしたとして、やっぱり直線はえぐく、シビアにあの縦に踏むと思うんで、柴崎には交わせるんじゃないかなと思います。 あと、やっぱり、平原がですね、一番人気になってしまったい、紐では、二着では人気になってしまったんですが、それでも、うん、一応は押さえて、押さえておかないといけないのかなと思います。まあ、清水が早仕掛けして、そこに乗っていく形、もしくは、まあ、清水を後ろに置いて、タイミングよく仕掛けられる形、まあ、姿の、 が前にいて姿を仕掛けに乗ってというのも、えー、あるかと思いますよね。まあ、今の勢いなら清水も、あの、平原同等の一度りのうまさ、いや、平原以上の一度りのうまさを清水は見せていると思うんで、えー、あくまでまあ清水を対抗にしたいとは思いますが、平原、うん、オッズ的や微妙なものの抑えておかなければいけないんじゃないかなと。 えー、思います。で、しばは外しました。やっぱり、すんなに番手回れるわけじゃないですし、直線、さらしへ回っても、やっぱ、浅サが襲いかかってくるんで、正直、厳しいのかなと、思います。 姿も同等ですね。いろいろ書き回しはするけれども、良、うん、くて3着なのかなという気がします。まあ、追い込み税に関してはちょっと諸橋が気になるんですけど、正直、うーん今の縦競輪にはあの、では2着は厳しいんじゃないかなと思っております。はい。以上、えー、予想。 小倉記念、小倉競輪場で行われる競輪祭決勝戦の予想をお送りいたしました。はいえー、ご視聴いただきありがとうございました。えー、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。えー、こちらですね、えー、まだチャンネル登録されていらっしゃらない方。特に動画をお持ちの方はコメントいただいて何人目で登録いただければ、はい、大人の事情で言えませんが、 いいことあるかもしれませんよ。えー、また、関連動画、動画プレイリスト、えー、この動画最後20秒で表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。えー、小倉競輪祭決勝戦、えー、脇本が圧倒するのでしょうかそれとも、他者の逆転はあるのかどうか、見回っていきましょう。ゲーム動画でいこうでした。